今回の動画は経験者が語るバンクーバー留学第2弾。第1弾の動画では語学学校や友達作りについてお話をしているので、まだチェックしてないよっていう方がいらっしゃったらぜひ見てみてください。では Let's start。 最初のオスバンでホームステイね、そうそう、ホームステイは3ヶ月かな。で、みずきもホームステイした？私ホームステイ、最初ホームステイ長かったもん。あのおばあちゃんのお家やんな。そうそうそう、7ヶ月、8ヶ月ぐらいいたけど、長い長い、楽しかった。そういうものはあるのはあるけど、うちはやっぱホームメイト、一緒に住んでた子たちがすごいいい人ばっかりやってるから、うんうん、ここかな、めっちゃ楽しかったね。いいおしゃべりが、ガールズトークが、いいな。え、何人住んでたんやっけ、一緒に、おばあちゃんと一緒に。最初は5人、私入れて5人、6人ぐらいやったと思う。あ、でもそれ多いよね、多い方じゃない？多いね。私だって1人やったもん。1人は寂しいよね。いや、めっちゃなんかそう、だからさ、一緒のホームステイにしてもやっぱさ、当たり外れじゃないけど全然やっぱり違うくて、みずきんとこ当たりじゃない？結構めっちゃ当たりやった。いや、な、門限とかもなかったやんな、確か。門限も、そう、ご飯いらんやったら言っといてくれぐらいかな。門限はなかったから結構自由に、うん、うん、お風呂もさ全然入れた？遅く帰ってきても。お風呂も全然何も言われんかった。あ、いいな。だからほんま自由やったね。なんか出かけるとか、やっぱそういう連絡だけちゃんとしといてっていう感じかな。あとはほんまに、うんうん、何も言われてない。そうやんの、めっちゃ緩かったやんな、みずきんとこの方も。ゆるやった。ほぼ、うん、ほぼシェアハウスと変わらん感覚じゃない？うん、そんな感じやったかも。よな。うん、私もがっつりのホームステイ、また私しかいないし、結構なんかいろいろ言われたかも。キッチンは使わないで、洗濯機も自分で回さないでとか、うん、そう、あとシャワーも、そう、19歳の娘さんがおったから、遅くに帰ってきたら娘さんが目覚めるから浴びないで、あ、じゃあ朝はって言って、朝も早くもやめてって言われたから、そのなんていう、なんか私はその友達とやっぱり飲みに行ったりして、遅くなりすぎるとシャワー入られへんとか、そういうのがあったから、あんまり遅くまで、10時までにお風呂入らなあかんかったかな、確か。あれは結構言ってる友達多かった。多かった。うん、全然なかった。あ、でも確かにランドリーは自分で回せるけど週1っていうのは絶対。あ、私絶対触らんといてみたいな、なんか壊したらしくって、あのホームステイに来た子が一回なんかあわあわになったらしいよな。キッチンも使うなって言われた。キッチン全然使った、別に作ったりとかはしいけど、うんうん、お湯沸かしたりとか、そういう簡単な程度は別に、うんうん、料理してる子もいたし。いいなあ。私あのストーブ何やったっけ、ストーブ、コンロ、うん、コンロを使ったらダメって言われて、うん、火事の原因になったら困るからみたいなんで、あの、うん、マイクロウェーブは使っていいよって言われて、うんうん、でもそうかと思ってまあ3食一応出してくれる体でいたからあれやったけど、うん、でもなんかちょっと使いたいなみたいな時はあるよ。うん、そう、結構あって、私は結構そう、なんか料理するのがもともと好きやったし、うん、確かに、うん、そうそうそう、だからちょっとこうなんか作り、簡単なものでもさ、ちょっと作りたいなとか、あったかいもの食べたいなって思ってもさ、無理やったし、でなんか、まあ、お母さんが、でも私のとこはお母さんがめっちゃ料理が上手で、うん、それはすごい助かった。めっちゃ美味しかったし、部屋もまあ綺麗やったから、うんうん、不便やなって思ったのはやっぱりノースバンやったから、うんうん、の通学間にめっちゃ時間かかったなって、うん、1時間ちょっとかかったんかな、
私はブレイザーっていうところに住んでて、うんうんうん、近かったな。ブレイザーありかったな。うん、なんかいろんな面でこの辺りやったな。だからメインに近いやん。メイン近いね。だからあそこメインの周辺って結構買い物できるとこあるし、うん、だからなんかその辺歩いて帰って行ったりとかも、うん、友達とかも、うん、このルームホームメイドの子とかもやってたし、私もたまに歩いてみたりとかもした。うーん、いいな。私もう家の周りほぼ何にもない、車ないと生きていかれへんっていう。一回でも歩いて、そう、一番近いショッパーズ歩いて30分、うん、うん、まあ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 遠いやんか。だからあれ、それ不便やったかも。だからダウンタウンで全部欲しいもの、お菓子とか、うん、なんかそういうものは全部ダウンタウンで買って持って帰ってきてたかな。うん、でも私もそんな感じかな。ダウンタウン行った時に、まあ、欲しいも買ってたかな。みずきのさ、そのホームステイ先っていうのは学校から手配された？私エージェント。あ、エージェントか。私は学校からやったわ。うん、でもまあほんまに希望を聞いてもらえるわけじゃないから、例えばカナディアンがいいとか、うん、ネイティブの人がいいとか、うん、その辺はもうほんま、うん。でも、うん、そのおばあちゃんもやっぱ、フィリピンの人やったし、ネイティブではないけど、でもすごい喋る人やったから、うんうんうん、で、ま、一緒に住んでた子たちも、まあ、基本的にアジア系多かったけど、うんうん、やっぱ英語やから、うん、そこやっぱ喋ってたかな。留学しに来てるのも割合的に言ったらやっぱアジア人がもう圧倒的に多いもんな。多いな。うん、学校でも思ったし、街中もそうやけど。だからほんま夏場とかはやっぱ楽しかったね。うちのホームステイも夏場はいろいろ行ってた。イタリアとか。ああ、楽しいよな。そうやっていろんな国の人とな、出会えると。メキシコの13歳の男の子。あの水木的にシェアハウスと、うん、あのホームステイどっちが良かった？どっちもどっちやねんけどでも結構問題あったよな、水木のさ。そう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 、シェアハウス。私はシェアハウスは結局2個住んだんやけど、うんうん、まあ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 、なんかちょっと、うん、でもやっぱ自由度が高いのはやっぱりシェアハウスやし、うんうんうん、自分でご飯も好きなように作れるし、うんうん、でも私はやっぱ人的に言うとホームステイがすごい当たりやったから、うん、その面で見るとやっぱホームステイが良かったかな。あただやっぱり、うん、オーナーじゃないけどやっぱりもう一緒に家族と住んでるわけやから、うん、そこのルールっていうのは絶対従わなあかんし、うんうん、まあ、やっぱ小言とか言われることもあるし、その辺がやっぱ面倒くさいなみたいな思う時はあるけど、うんうん、一番ホームステイほんまに自由度が高かったから、ご飯とかも、うん、毎日毎日自分で作らんでもいいし、うんうん、そういうのが面倒であればホームステイがおすすめかな。うん、ほんまに自分で、ほんまに自分一人で頑張りたいみたいな、ほんまにそういうなんか文句とかも言いたくないし、自分で自由に住みたいっていうんやったらやっぱシェアハウスの方がいいと思う、うん、確かに。あと働く場所にもよるけどね。あ、確かに確かに。私はダウンタウンで働いてたから、うんうん、出て、まあ、ダウンタウンに住んでるけど、うんうん、でもやっぱダウンタウンに住んでるといいところはやっぱりいつでも呼び出し食らってもいつでも出ていけるそうやすぐで出ていけるよな。友達とか深夜にバーにおいでよみたいな電話とかも全然行ったし、うん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 、その辺はやっぱすごい楽しいかな。夜とかそうやんな。夜確かに。私は逆にほんまシェアハウスを推しで、シェアハウス推しで、まあ、っていうのも私のホームステイ先が
もう本当にノースバーンで遠くって、うん、しかも結構、うん、その19歳の女の子がいたから、うん、結構そのなんかあんまり物音立てないでみたいな、うんうん、向こうはすごい騒いで結構なんかいろいろあってんけどいろいろあってんけど、お父さんと毎日娘さんが喧嘩してて、なんかお父さん勝手にベッドルーム入って寝てて、うん、娘さんがキャーって叫んでとかもうそれがほぼ毎日あって、なんかやっぱ家族一世帯なんか丸ごと住んでるっていうのはやっぱちょっと気の使い方とかやっぱストレスとか違うよね。そうやんな、だからおばあちゃん一人やん、おばあちゃん、そうやんな、おばあちゃん一人やからだから私はシェアハウスに移り住んでほんまに自由やったし、まあ、高く、うん、すごい高くとこ住んだからみんなにそれ高すぎやんっていう話をよくされたけど、うん、一緒に住んでた人がすごいいい人やったし、あとキッチンがめっちゃ何よりでかくて、うん、でなんか、まあ、一軒家やったかの、あの1階全体がシェア、1階とまあ地下もやったけど、地下と1階はもう完全セパレートやったから、うん、4人しか住んでなくって大きい家に、めっちゃ良かった。リビングも広いし映画も見れたし、うんうんうん、すごい良かった。高い分いいのよそうやんな、やっぱ安いとこ住む。みずきちなみにさ、ソーラーやったっけ。電か電はほんまに、でもまあ狭くてもなんかほんま電っていうのはやっぱ物置部屋みたいな、ウォークインクローゼットみたいな、うん、ほんまベッド置いたらいっぱいぐらいのところやけど、うん、私は何だろうな、ほんまだから留学中やし荷物もそんなないから、うん、場所として十分って十分ではある、うん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 、狭いけどそうやな。それでいくらやったっけ。母が住んでたのは600くらい、630とかぐらいかな。うん、私900やったもん。いいよな。めっちゃ高いって言われた。なんでそこ住んでんのってめっちゃ言われたけど、セキュリティもなんかついてたし、うん、なんせ私もう犬が恋しすぎて。うん、いたから、そこには飼ってる家族が住んでたから、うん、でもホームステイには猫に引いていた。いいよな、やっぱ動物をおるといいよな、うん、ちょっと大変やったかもホームステイ先。私は、うん、いい家族やったけど、うんうん、イラン人の感じで、うんうん、娘さんがちょっと気難しい感じやったかな。うん、ねえ、でもあれはシェアハウスは何で探したん？シェアハウスは JP カナダ。あ、JP カナダ。私も JP カナダ。なんかもう結局 JP カナダみたいな。そうそうそう。私は女やし、うん、信頼できるってところでやっぱ JP カナダ。うん、日本留学者向けのサイトやねんけど、うん、そこで探すのがやっぱ安心かの方は。うん、大きいし、なカナダで言ったら大きくない？あそこ、多分 JP カナダが。大きいな。でも全然やっぱ、うん、まあやっぱ嘘のある嘘の求人じゃないな、なんか広告なんていうんやろ、うん、あったけど、私も一回見学に行ったところはなんか女性、アジア系の女性が住んでて、なんか3人4人ぐらい住んでて、まあ今回デンの募集っていうの行ってみたら、うん、なんか男しか住んでないし、男しか住んでないみたいな。あれ全然違うっていう。そうそうそう。しかもそんなところで出んやろ、あんなドアも引き戸みたいな。ここに住めとみたいな。まあ、それ聞いた瞬間に、あ、もう見学せずに帰りたいんやけどと思ってたけど、一応礼儀としてさっと見て、あ、じゃあまた連絡するよって言って、そこで帰った。確かに。でも見学ほんまに大事よな。めんどくさがらんでいかんと、行ってみたら写真よりめっちゃ汚かったとか、うん、私も一回なんか
行った時にそのトイレとバスを見た時に写真でなんかめっちゃ綺麗やったのに、えカビだらけみたいなとか、なんか冷蔵庫も大きくて使いやすいですって書いてるのに行ったら、いや冷蔵庫は何十人でシェアやからとか、なんか10人とかでシェアやから自分のペーススペースこんだけとか、えみたいな、こんなん絶対無理とか。探す時はやっぱ住んでる合計の人数とか、うんうん、やっぱその綺麗さとか、まあ、自分の場所のスペースの確保できる場所とか、やっぱそういうとこはちゃんと見とかないと、うん、ポイントやんな、うん、本当にもう蓋開けてみたら冷蔵庫そこだけしか、冷凍庫ここだけしか使えへんとか、なんか共有スペースも結局なんかみんな靴を自由にこんだけ置けますみたいな書いてるのに、いやあなたのとこはもうここだけやからとか、なんかないなかった、なんかあるある、えみたいな、え靴一足しか置かれへんくないとかえってじゃあそれは他をその他どこに置くのってなったら自分の部屋に置いてくださいとか、うんうん、あるな、結構書いてる情報と違うことが実際に行ってみたらあったりとか結構するよ、いっぱいある、うん、あとやっぱなんか心配やから友達と一緒についてきてもらって見に行ったりとかもあるけど、うん、うんうんうん、で連れて行って、まあ、友達でちょっと一緒に来てくれてるんだみたいな言ったら、あごめんだけど住む予定とか住む気のある人しか見せれないから友達はここで待っておいてもらってみたいなとか、そういうのはそれでえマジで怖と思ってる、確かになんか なんでみたいな、なだってもしかしたらその子が住みたいって言うかもしれへんやんな、そう、いろいろ大変よね家探し、家探しの大変、あとできればやっぱルームメイトとかも見ておきたいなってのはある、私あんまルームメイトいい日の時とかもあったから、うんうんうん、見とかなあかんな、確かに後悔、後悔、うん、だって私のなんか友達もなんか500ドルぐらいで借りててんけど、もうタイマーパーティーめっちゃする、本当あかんって言ってるのにめっちゃされて、オーナーの人にいやちょっとみんなマリファナ吸ってるんですけどみたいな、うん、言ってもオーナーの人は見て見ぬふりみたいな、で出ていくって言ったらそのデポジットかあの返してくれへんかったとか、それでも、うん、儲けてる、儲けて儲けようとしてる人もおったりするよな、結構デポジット問題な水木もあったよな、確かデポジット問題違うかったっけ、デポジット私は全然、誰やJP カナダやと、うん、なんかコメントとかにここは書けるなんかちょっと危ない人ですみたいなとか、うん、普通に書いてた、あの、ね、このオーナーはちょっと危ないですとか、デポジットまず返ってきませんとかうんうん、そういうのとかも結構よく注意して見といた方が、確かにコメント欄は見た方がいいよな、うん、次回の動画はカナダに来てびっくりしたこと、仕事はどうやって探したのっていうところについてゆるーくまたお話をしていく形になるので、よかったらまた見に来てください。最後まで見てくださいましてどうもありがとうございました。 Thank you for watching. See you in the next video. Bye.